人ってね、そのボーカルがコロコロ変わってるんですよね。あれコロコロというか、まあ3人ですよね。とにかく一番最初はね、確かそのカイアンセンってギタリストが1000人で歌ってたんですよ。で、最初のミニアルバムとあ、そうなんですか。そう、そうなんですよ。まあ、それがどっかあったんですね。あの頃のボールオブジェイコスあ、ごめんなさい、僕じゃないですよ、僕じゃないですよいつもの。いや、あの頃のハル僕好きなんですよ。いや、そうそうそう、まさにパワーメタル。そうそうそう、それで人気あるんですよね、結構割と。で、あの頃のと、あ、これこれ、うん、これ僕好き。これまで名盤なんですよね。まあ、今日語れるかどうかわかんないですよね。で、これの音を引き継いだのがね、ドイツのブラインドガーディアンだと思ってたんですね。実際、ファイナンセンがね、ゲストで出ててね。だから僕、そっちの流れ、アンディ・デリスよりもそっちの流れですけどね。あ、そうか、ファイナンセンの後に、いわゆるマイケル・キッシュっていうね、割と当時美声で、今ハゲちゃった、ハゲのおっさんだったデブのね。でも当時ね、かっこよかったんですよ。で、また、すごい歌唱力もあってね。ユニソニックは、歌い上げるタイプだったけどね。そう、マイケル、なんだっけ？ユニソニックはそうよ。マイケル・キッシュ。マイケル・キッシュ。そうそう、そう、だからライブで見て全然知らない人と思ったら、あれなんかハロウィンの歌しようと思ったら、ああ、アイオンダーって、その人たちが、だからマイケル・ケスクみたいな歌い上げるボーカルが入って、うん、なんかね、アイアンメイデンの後継バンドみたいな感じになったんですよね、うんうん、正当なブリティッシュ・ヘビーメタルの後継、まあドイツなんですけどね、うん、で、その後彼が脱退してから、アンディ・デリス時代になって、それから長いですもんね、そうですね、それから僕、やっと聴いてるんですかね。それでね、2年前ぐらいにね、元のボーカリストのマイケル・キスクがまあ再加入して、うん、今合同でやってますからね、うん、みんな揃って開反戦もね開反戦も混じって、うん、そうそう、パンピューになって、これがね、ものすごい好評で世界中で満員にソールドアウトして、で新作出た、ま、新作あ、新作が出たんだこれを語らんとね、これ忘れちゃダメ、買いました、わ、いいタイミングで新作出ましたね、うん、わ、これだからもうほぼ過去のね、主要メンバーが揃ってるんでね、うん、で、ボーカリストも3人だから、開眼線も歌ってるんですよ、これ歌ってますね、曲によっては、だから3人ボーカルなんですよ、うん、皆さん、これね、絶対買いですよね、僕買ったんですか、いや、毎、まあ、いや、サブスクで聴いてるけど、最近ほぼ毎日聴いてますね、これまさにハロウィンですね、まさにすごい、僕、マイケル・キスク時代のファンなんですけど、すごい聴きやすいです、いや、やっぱ力が入ると、これ久々の、本当ね、力作ね、ぜひ皆さんもね、ちょっと鍵もこの新作、鍵もあるそう、まあ、またそうなか鍵があってね、これやっぱりセブン守護神殿のノリです ね, ですね、やっぱり、いや、いや、もうやっぱりいいな、結構やっぱつながっとるね、ジャケがね、うん、こうね、かぼちゃ乗ってないですね、かぼちゃ卒業したんですかね、かぼちゃ乗ってないね、かぼちゃはね、あのシングルでよく使えますね、あ、そうですね、うん、ちょっとおちゃらけた時のね、うん、いや、やっぱりハロウィンいいですよね、皆さんね、聞いてくださいね、 MTV! はい、じゃあ私の一押しは The Time of the Oath、 あ、違う、違う、違った、 The Time of the Oath、 はい、これですね、なんだ、おアンディ・デリスですね、ボーカルが、マイケル・キッシュ、そうそうそう、あとから、まあ、あの人変わって、これ2枚目なんですけど、なんていうんですかね、1枚目はもう、なんか力が入りすぎた感じ、はい、いいんですけどね、やっぱその前任者がすごい人気もあったし、なんかすごい僕はもう、綺麗にこう作り込みすぎた気がするんですよ。でも僕個人的にはそのハロウィンっていうのはあの荒さが魅力だと思うんですよ、はい、だからこれはそのパワーメタルっていうんですかね、俗に言う、もうそれの本当名盤だと思います、まあ、アンディ・デリスの声質が荒いですもんね、そうですね、だからこれは本当にいい意味でその荒さが返ってきたなと、だからあのパワーとかあのオープニングのウィーバーンとかもう一回聴いただけで耳に残るぐらいキャッチーやし、うん、本当にそのタイトル通りパワーのある曲で、うん、もうこの2曲だけでももうこれを買う価値はあると思います、はい、ぜひ聴いてみてください、おー